始めましょう。はい。はい、というわけで、世界の皆さん、こんにちは、こんばんは。はい、こんにちは。霊気ヒーリングティアティアチャンネルの時間がやってまいりました。はい。ね。今日も車内ですけど、これは、あれかい？今日どっち？暑いから？それとも、撮影？今日は、ティアティア散歩に。つまり、両方借りちゃった。そうそうそう。今日はね。うん。はい、というわけで、今日はどちらにお越しでしょうか、これ。今日はね、これ映ってないけど、目の前、浜名湖なんです。雄大だね。雄大かな？っていうか、浜名湖の奥浜名って言われてるところで、井の花湖なんですね。そうね。うん。なんで、で、そこでですね、まぁ、ちょっとまぁ、これね、知ってる方は知ってると思うんですけれども、まぁ、ちょっとした、小ぶりながらも神社があって、で、そちらにですね、竹三日月の御事と、市木島姫の御事が祀られているということで、ちょっとね、あんまり来たことあってもね、これっていうそのお参りのね、きちんとね、ご挨拶をしたことがなかったんでね。うん、なので、ぜひぜひちょっと今日はと思いまして。多分ね、通り過ぎてる人が多くてね。そうだね。そう、みんなね、気づかないっていう。うん、鳥居は見えるけどね。そうだね。どうやってあそこ行くんだろうみたいに多分なってる人もいると思うので。そう。はい、そこら辺もちょっと紹介できたらなと思います。というわけで、早く行こうぜ。レッツラゴー！早く行こうぜ、はい。なんかいっぱいいるよ、多分。それは、湖の魚の話だね。そこ見たいんだ。はい、行きましょう。はい。登るんだね、ここね。そう、この岩を乗り越えます。足元にご注意くださいませ。俺失敗したかもな、これ橋物今日。そうだ、よく見たらそうだったと思って。忘れてたよ。まあギリいけるけど、うん、ああ、まあこれ全く関係ない、こう行っちゃうね。
というわけでですね、3泊4日の湯の花子でしたけど、いかがだったでしょうか。いや、30分ぐらいね、あのね、はい、前にも来たことあるんだよね。あるある。まあ、その時は季節柄、まあちょっとね、風強いねっていうあれだったけど、まあ今日も季節柄とは関係なく普通に風強い日でした。生き物がたくさんいました。うん、風が強いので、ね、後からアフレコになりますけど。そうだね、まさかのね。うん、ボーってなってると思うね。ええっていうね。ちょっと無理っすね。うん。ただまあね、やっぱりね、竹見和知さんとね、市木島姫。どっちかっていうと、うん、まあ、両方とも名は知られてるんだけど、やっぱりね、こうした、まあ、井の花港って言っても、こう、浜名港と繋がっていて、うん、で、浜名港は、もう、なんだ、遠州になった、まあ、いわゆる太平洋の方と繋がっていて、うんうんうん、結果的にね、その、湖ってなってるんですけれども、まあまあ、海のエネルギーがね、結構流れ込んでいるところ。うん、なんで、海があって、浜名港あって、さらにその上って感じでね。うん、うん。うんっていうことで、で、やっぱりね、ここね、なんかそういう、つながり的なものもあってね、縁結びのね、うん、そうしたものも結構あってですね、うん。うん。なので、まあまあ、面白いところではあるかな。まあ、変わってるよね。そう。山に囲まれている湖みたいな感じなんだけれども、その実、うん、まあまあ、舐めてみるとしょっぱいです、みたいなね。そうだね。湖だけど波はあるしね、みたいな。そうなんだよね。うん、だからね、すごーく面白くってね。うん、ちょっとね、ただ残念ながらね、その海から浜名湖、浜名湖から井の花湖って結構ね、段階を得て奥まってるもんだから、うんうんうん、ちょっと流されなくてもいいものも結構流されてきててね。うん、もうちょっとそうした管理なんかができたらいいなーと。思っちゃうかな。まあ、ちょうど ね、この狭くなってるところにその神社があるので、うん、まあ、そこにゴミが溜まりやすいのはしょうがないのかなっていう気がするけどね、うんうん。せっかくのね、これだけのところなのにね、うん、なんかもったいないね。流木とか拾う人はいいかもね。ああ、そうだね、うん。木もすごいのでね。うんうん、と、まあ、夫婦揃って顔のぬらぬらテラテラ加減も収まってきましたので、で、ね。ごめん、舐めてた。湿度すげえ。そうだね。はい。ね。まあそんな感じでね、一度はね、ご挨拶に伺うのもね、いいんじゃないかなと思います。まあ面白いと思うよね。うん、近くに駐車場ってもね、有料の駐車場になっちゃうんだけど、うん、駐車場もあるし。だね、まあ。うん。ただね、できればスニーカーで来た方がいいね。まあ、ここまで動画を見た人はわかると思うけど。うん。まあ、できればスニーカーがいいかな。まあ、それおすすめだね。うん。うん。結構ね、まだ濡れてね、濡れてなくてもその湿度でやっぱりその群生している植物なんかもね、やっぱり独特の植物なんで、その踏んで滑りましたっていうのもね。うん。うん、結構塩かぶるところなので。そうだね、まあ。思いのほかね。そうそうそう、滑ったりするとこもあるので。うん、はい。だよね。というわけで、エネルギーで、でいいのかな？はい。うん。で、今目の前に、その井の花湖が見渡せるっていうか、もう本当にね、20メーターぐらい。うん。かな。20もないかも、うん。うん。ぐらいでもう井の花湖っていうのがあって、ごめん、急な思いつき。僕が井の花湖にこうやって手を伸ばします。吸います。放出します。で、試しで、やれるかどうかわかんないけれども、やってみようかなと思うんですけれども、いかがなもんでしょうか。はい。いいと思います。うん。というわけでですね、ちょっと目の前の、ま、井の花湖とね、ちょっと繋がっては見たので、よいしょ。ま、ほんと試しなのでね、ちょっとね、この頃こういう初の試み的なのがね、ちょいちょいあるなっていうのがあってさ。うん。まあ、試してみるのはね、良いことであって。何がどう流れるかっていうことね、うん。こっちもこれ。はい。というわけで、よーい、ドン。Thank you.
はい。はい。はい、というわけでですね、まあ、その井の花湖にね、まつわる、そのエネルギーをちょっと風流してみましたので、なので湖だと、まあ、割と穏やかなだけじゃない。うん、だけど、海とね、つながっているので、まあ、穏やかである側面もあれば、まあ、力強いっていう側面もあり、まあ、ちょっと表面的なものだけでなくってね、うん、海特有の内から外に向けての、その、なんていうのかな、押し出すような力というか、うん、そうしたものもね、ありますんでね。なので、まあ、その、穏やかさだけでなく、その、海独特のね、力強さ。うん。うん、というのも含めた、含まれたエネルギーを流すことができたと思うので、うん、なので、まあ、必要と思われる方は、ぜひぜひお受け取りくださいませ。はい。はい。で、あとは何かあるかい？サイン会と握手会だっけ？まあないですけど。ないか。まあ11月2日のイベントは締め切りをしまして、まあ、今回はね、前回ほどではないですが、うん、まあ、少数精鋭で。そうだね。まあ会場が狭くなっちゃったのでね。なあ。仕方ないんだけどさ。まあまあ楽しくやれればいいかなと思っておりますので、はい。今回はね、まあ、のんびりやろうかなと思います。うん、またね、その後は、また大きく戻ろうと思ってますので。やるです。一応ね。やります。はい、と思ってますので、今回はちょっとね、のんびり、割とやるかなと思います。うん、ですね。あとは？と、11月16日にまたイベントをやりますので、そちらはですね、うん、私たち一人というか一組だけでやるものではないので、もうちょっとしたら告知を始めようかなと思っておりますが。うん。まあ、いつもの、岩田市最高寺で。うん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 。ちょっと面白いことやってみようかなと思いますので。うん。何すんだと思った方は、SNS をチェックしていただけると。うん。いずれ告知が始まると思いますので。と思います。うまいね、誘導の仕方が。まあ、子供も大人も巻き込んでっていう感じのイベントになりますので。長時間だしね。そう、昼もやって、うん、寝癖で夜もやってっていう感じになりますので、うん、昼間はとにかく子供が楽しく、大人も楽しく、うん。で、夜は大人が楽しくっていう感じになると思いますので。お！はい。なんか含みのある言い方ですな、オーナー。いや、まあ、私たちだけじゃないからさ、ちょっとあんまりこうね、言えない部分があるんですけど。そんな感じでやろうかなと思っておりますので、うんうん、よろしくお願いします。はい。というわけでですね、まあ、今回ね、まあ、久々のてやてや散歩ということでね、はい、まあ、井の花湖の方にお邪魔してみたんですけれども、はい、まあ、またね、機会があれば、うん、もう本当ね、ここのとこあんまりできてなかったっていうのもあるのでね、で、そういうところ、まあ、いろんなところを訪れて、で、そうした、そこにまつわる、まあ、力というかエネルギーというかね、うん、そうしたものをね、皆さんに紹介して、で、また、体感していただけたらなっていうのがありますんでね。うん、まあ、これに懲りず、これからも続けていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、今回の、霊気ヒーリングてやてやチャンネルはここまでとなります。はい。はい。というわけで、これを見ていいなと思ったら、グッドボタンからの、はい、登録しちゃえと思ったら、登録ボタン、はい、ね、してくれるって。というわけで、またお会いしましょう。はい、霊気ヒーリングてやてやチャンネルでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週。はい。